指導精神考慮セピロス剣術まとめ。はあ、こんなにたくさんの書物、試験までに全て見れますでしょうか。あ、先輩、お久しぶりです。何か私に依頼したいお仕事があるのでしょうか。え、ありがとうございます。そう言われてみれば確かに長いこと会っていませんでしたね。ここ最近、試験の準備をするため仕事と訓練の時以外はずっと図書館にいるんです。もうすぐ試験なのですが、復習しなければいけないものがたくさんありまして。はあ、はい、セピロス騎士団の選抜試験です。私はメイドとして長いこと騎士団にいますが、本物のセピロス騎士になるためにはこの試験を通過しなければなりません。ただ以前にもたくさん失敗しており、今回もうまくいくかどうか。大丈夫です。私一人でなんとかなりますので。これは私自身の試験なのです。自分の夢を叶えるための乗り越えるべき困難でもあります。それに試験まであと何日かあります。モンド城の栄誉騎士様の時間を私なんかのために割いてもらうわけにはいきません。しかし、もし試験当日にお時間がありましたら、騎士団の予定によりますと、あと半年後です。え？半年後は、もうすぐの範疇じゃないのですか？まだ少し日があるとはいえ、しっかりと計画を立てておきませんと、あっという間に時間は過ぎ去ってしまいます。ですので、きちんと計画を立てました。毎日睡眠時間を2時間削り、仕事を1時間早めに終わらせています。それによってできた時間を勉強に充て、これらの本をすべて読もうかと。眠くなったらコーヒーを飲み、体力が尽きたら果物の砂糖漬けを。そんなことできません。それに勉強だけでなく、訓練をする時間も設けているんです。実践も試験項目の一つですので。急に一気に話したからでしょうか。少しめまいが。いけません。明日も訓練があります。元気を出さないと。すみません。お見苦しいところをお見せしてしまいました。もう大丈夫です。はい。しかし試験のことを考えると、心が落ち着かないのです。勉強と訓練をしている時だけは気持ちが楽になるのですが、毎回のように準備不足なところを見つけてしまって、不安感がさらに増してしまうのです。それは勉強だけにとらわれてはいけないということでしょうか。確かに試験自体の恐怖を克服できなければ、また同じ過ちを犯すかもしれません。予想外の状況に陥ると思考が止まり、失敗が目に浮かんできて頭が真っ白になってしまうのです。成功時の想像ですか。どんな騎士、私の実力では正式な騎士になることさえも難しいと思っていました。理想の騎士は私にとってまだまだ遠い存在と言えます。偵察騎士ですか？そうなれば、偵察騎士が増えたことで、アンバー様はお喜びになるでしょう。しかし、私は偵察とおとり役が苦手で、身のこなしもアンバー様のように軽くはありません。お役に立てるかどうか。あ、そういえばアンバー様から、ウサギ伯爵の作り方を教わったことがあります。ウサギ伯爵をおとりに敵を誘って仲間を守る。私でもできるかもしれません。はい、以前アンバー様に教わった時に使った材料が残っています。あとは追加でいくつか準備すれば。中身に使用するのは炎スライムの液体です。敵を引きつけるために使用する赤の染料はバルベリーを粉々にして作ります。ただバルベリーは乾いた状態ですとあまり色づきが良くありません。
暴風山地で新鮮なものを取ってくる必要があります。今から暴風山地までお付き合いいただけないでしょうか。はい、これでバルベリーは足りると思います。あれは炎スライム？ちょうど材料にできますね。それと粉々にしたバルベリー、これでウサギ伯爵を作れます。これを通して最後に縫い目を隠してできました。そんなことはありません。ただ見よう見まねで作っただけです。これが役に立つかは正直わかりません。近くにヒルチャールの拠点があります。ウサギ伯爵をそこに置いて効果があるか確かめてみましょう。あ、ヒルチャールたちが来ました。ウサギ伯爵を使って引きつけてみましょう。どういうことでしょう。ウサギ伯爵を無視しているようですね。こっちに来ます。お気をつけください。法の裁きを受けてこい。大当たりだぜ。引くこともなく爆発もしない。結局私が真似できたのは外見だけでしたね。やはり私ではアンバー様のような偵察騎士にはなれません。もしかすると私はまだ正式な騎士になる準備ができていないのかもしれません。しかし他に何ができるのかいくら考えても私には分かりません。試験に受かることを毎回期待しつつ、結局はいつも失望する結果になります。この気持ちを思い出すだけで、自分がどのような騎士になれるのか考えることを忌避してしまうのです。ガイア様ですか？そんな、私にできますでしょうか？ガイア様の思考と計画は、理解するのにも一苦労します。それなのに、ガイア様の真似なんてできるのでしょうか。はあ、全くもって想像できません。はい、それは、まずは高い目標を決めてから、一歩一歩着実に取り組んでいこうということでしょうか。確かに、目標がすごく高いものであれば、すぐに達成できなくても納得がいきます。ガイア様は、確かエンジェルズシェアを利用して情報を入手することがあるようです。以前モンドに忍び込もうとしていた砲塔団団員の情報もガイア様の聞き込みによるものでした。はい、私もモンドのために何か有用な情報を手に入れたいです。
栄誉騎士、それにノエルじゃないか。一杯飲んでいくか。ノンアルコールしか提供できないが。いえチャールズ様、私たちは飲み物をいただきに来たのではありません。聞きたいことがありまして。最近酒場で面倒な人などはいますでしょうか。面倒な人？はあ、確かに一人心当たりがある。本当ですか？そこに座って酒を飲んでるペインだ。この店で一番強い酒のデスインディスアフタヌーンをずっとおかわりしてる。それにあのフラフラ具合、万が一酒場で倒れられでもしたら、それこそ面倒ごとになる。それは確かに面倒ではありますが、私が聞きたかったのはそういうことではなく、その酒場で普段と変わったことはありませんでしたか？普段と変わったこと？うん、考えさせてくれ。ああ、あったな。酒場の2階にまだ片付けてない食器があったんだ。多分午前のお客さんが残したものだな。だが俺はまだ帳簿の整理をしないといけない。お客さんが多く入る時間帯になったら接客をしないといけないし、片付ける時間を取れなかったら大変だ。そうですか、それは困りましたね。私の助けは必要でしょうか？ま、すみません、無意識のうちに。チャールズ様、私が聞きたかったことは。ん？ノエル、手伝いの内容について詳しく聞きたいのか？苦労かけるな。この前酒樽を運んでもらった時もしっかりと礼をしてなかった。そんな状況でまたお願いするのは少し気が引けるが、しかし今は本当に忙しい。もしよかったら臨時で酒場の店員をやってくれないか？え？え？わかりました。確かに助けが必要みたいですね。ありがとう。では頼んだよ。まずはこのデスインディスアフタヌーンをペインに届けて、それから2階のテーブルを片付けてきてくれないか。今お願いしたいのはそれくらいだ。俺は帳簿の整理をしてるから、酒場のことは頼んだよ。はあ、思わず流されてしまい、いつの間にかこうなってしまいました。やはりガイア様みたいに頭の回転が速い話し方は容易に真似できませんね。しかし酒場で店員をやれば何か情報を得られるかもしれません。そういう場面を本で何度も読んだことあります。仕事中気に留めておきましょう。ペイン様、こちら注文なされたお酒です。なんだ？ああ、置いといてくれ。少し休んでから飲む。この酒、本当に強烈で。少し気持ち悪いな。ペイン様、大丈夫ですか？もうお飲みになられない方がよろしいかと。ガイア様なら相手を酔わせてから情報を聞き出すと思います。確かに方法を変えないといけません。ガイア様はこう言った時、親切な態度で相手の警戒心を下げると思います。相手の身になって助けるふりをして話をゆっくりと引き出す。今のペイン様を助けるにはどうすればいいのでしょう？そうです、私が試験のために準備していた果物の砂糖漬けですが、酔い覚ましに使えないでしょうか？ペイン様、これを食べれば少し楽になりますよ。これは、なんだ？甘酸っぱい。なんだか少し良くなったよ。君はノエル？それにそれは。ペイン様、少し良くなりましたか？何か言いたいことはありますか？それは俺が注文したデス・イン・ディス・アフタヌーンじゃないか。君が届けてくれたのか。ありがとうノエル。
この酒はきついな。ペイン様、ペイン様、そんな、こんなに飲まれてはお体を壊してしまいます。はい、お客様がもっと多ければこの方に聞くよりも簡単に情報を手に入れられてたかもしれませんね。そうだ、チャールズ様から2階のテーブルを片付けるようにもお願いされていました。2階が満席でしたら聞き耳を立てることで情報を聞けるはずです。こんなに汚いなんて、急いで片付けましょう。そうすればお客様ももっと来るはずです。テーブルに油がたくさん、片付けた後にしっかり拭かないといけませんね。もうすぐ片付けが終わります。やはり綺麗になると気持ちもいい。やっと片付けが終わりました。チャールズ様のところに行きましょう。チャールズ様、頼まれていたことは完了しました。何か他に手伝えることはありますか？ん、早いな。ああ、窓際のお客さんがさっき追加で2つ注文したから、それを手伝ってくれ。はい、私にお任せください。ノエルがいると酒場の雰囲気も良くなるな。酒場の仕事は本当に大変ですね。しかしこれでやっと一段落しました。お疲れ様でした。情報はいけません。仕事のことばかり考えて情報を集めることを忘れていました。どうしましょう。今はもう情報を聞けるお客様もいませんし、私はこのような些細なことでさえうまくできないのでしょうか。今日は本当に助かったよ、ノエル。俺はここでバーテンダーを10年以上もやってるが、お客さんたちがあんなに楽しそうにしてたのは初めて見た。ノエルの接客があったからこそ今宵の美酒はよりかぐわしいものとなったんだろう。そんな、私は大したことはしていません。お客さんがこの酒場に来るのもただ酒が飲みたいからじゃなく、一日働いて疲れた体を酒と共に癒すためでもある。だから酒の味以外にそういった雰囲気をもたらすこともこの酒場にとっては大事なことになる。ノエルは酒を作ったわけではないが、君の素晴らしい接客によってお客さんに喜びを与えたのは確かだ。酒場にいるのがバーテンダー一人だけだとこうはならない。やはり接客する人がいないとな。そろそろディルック様に本格的にお願いして接客係を雇うか。何はともあれ今夜は本当に助かった。そうですか。皆様に楽しんでいただけたのなら私も嬉しく思います。はい、ガイア様のようにはできませんでしたが、私もお役に立てましたでしょうか。はい、しっかりと覚えておきます。ありがとうございます。何やら声をかけてはいけない雰囲気だな。しかしもう一つ手伝いをお願いできないか。酔って盛り上がるのはいいことだが、酔いつぶれて酒場にいられると面倒だ。ああ、ペインがこの夜追加で Death in this afternoon をもう2杯注文してな。